こんにちは、モーリーです。本日3月9日、インスピ男子中級シングルスの試合の日であります。はい、先月ちょっと試合出てませんでしたので、久しぶりという感じがして、ちょっと緊張しているんですけども、もうすっかり春爛漫という感じで、いやー一番いい季節になってきましたね。まあ試合出ていなかった間、それなりに練習はしてきましたので、少しでもその実力が発揮できるように、前回の試合よりもいいプレーができるように頑張りたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、
わけで終わってしまいました。結果としましては 1-6、2-6、4-6 全敗でした。いやー久しぶりに全敗ですね。ひどい、ひどすぎる。ちょっといやーショックといえばショックだし、なんか練習はしていたつもりだったんですけども、やっぱり実際試合っていうとなるとね、球を拾いに走って動いてちょっと違いますね。もう少し定期的に試合の練習もしていかないとダメだなっていうふうにつくづく思いました。はい、ちょっとあまりにもひどかったんですけども、少しだけいいところもあったんで、好プレー集こちら。はい、というわけで、ちょっとだけ前に出て決めたりだとかね、少しはいいのあったかなと思うので、また来月やりたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。